ブリオアメーズは、ホンダ利権工業が、アジア新興国向けに生産、販売していた、4ドアセダン型の小型乗用車である。タイ及び、インドなどに向けて開発された5ドアハッチバックのブリオに、大し4ドアセダンにした車両で、リアオーバーハングを延長し400リットルのトランクスペースが確保された。2012年11月23日に、タイ市場にて発売し、 価格は45万4000バーツから。エンジンは、ブリオと同じ L12 バイトが対点2リットルあい、ビテックが搭載され、サスペンションにはより快適さを求めたセッティングが施されている。2013年4月にはインドにて、ホンダアメイズとして販売を開始した。グレーターの間での現地生産では、現地調達率は90%を超える。ガソリンエンジンに加え、 N15A 型 1.5Li D-TEC ディーゼルエンジンを用意。このエンジンは既存の 1.6Li D-TEC エンジンをベースに、物品税が安くなる 1.5L かつ、全長4.0メートル以下にダウンサイズしたものである。トランスミッションは5速 MT と5速 AT が用意、されている。2018年末までに生産終了、並びに販売終了となった。ありがとうございます。